はい、どうも、ルールカです。今回は2ネージュ2レボリューションというゲームのお話をさせていただきたいなと思っております。で、簡単に説明すると、ネットマーブルが出す、日本で夏にリリースする MMORPG になります。で、リネージュ2というゲーム自体は、パソコンでね、ちょっと古いんですけども、10年ぐらい前から、やられてる、対策ですね。まあ、それがスマホで、できるということで、韓国版ではもう韓国とあと、海外のどっかではもう、リリースされてるらしいんですけど、日本はこれからリリースされると。いうことで、まあ、それに先立って、今、社名、これ社名なんですけども、リネージュスレボリューションリリース直前、YouTuber 対抗30対30超巨大マルチバトルリーグっていうのをやってました。はい。で、こちらに、3人の YouTuber と、3人の YouTuber と、27名の一般参加者で、30人の決名を組んで、30対30のバトルをすると。なので総勢120名で、2つの席、まあ、予選なんですけど、2つの席を競うっていうのがまず7月22日にあります。で、そこにちょっと僕は参加してきたので、まあ、その模様と、あと、まあ、どんなことを やってきたとか、ゲームのね、まあ、話、どこまでされたかっていうのを、お話できたらなと思っております。はい、続きましては、会場の様子っていうのを、お見せしたいなと思います。あ、いきなり、ちょっと先に出しちゃった。こちらが、まあ、会場の様子ですね。まあ、これは今もう会場の中ですね。端末を今準備してる方が、ここに今置いてあるんですけど、端末が。わかりますかね？テーブルの上に5台ぐらいの、写メが動かしづらい。テーブルにですね、5台ぐらいのね、こう、スマホがね、置いてあるんですよ。iPhone が。で、まあ、そこで、まあ、やるんですけれども、会場の中は、すごい冷房も効いてて涼しかったっていう。まあ、椅子はなくて、立ってやる感じでしたね。で、次が、まあ、こんな感じ。これちょっと左に向けて映した感じなんですけど、舞台の方に。ミックスが、アップバンクのミックスがね、会場のスタッフとして働いてたんですよ。びっくりしました。ミックスって、まあ、すごい忙しいと思ってたんですよ。YouTube の動画も出してるし、まあ、いろんな運営とかもやってるから。でも、そのミックスが、こう、最前線で、こう、水だったり、配ったり、列の整理したりとか、まあ、そういうなんか、ことをミックスがしてました。アップバンクってすげえ会社だなと思いました。でも、あんまりこういうことに慣れてるスタッフさんがもしかしたらいないのかもしれないんですけど、ちょっとね、感動しました。ミックスがいたんで。ミックス。これ、ミックス。ね。はい。で、続いて、こちら。まあ、これはなんかさっきと画面一緒だな。あ、これも一緒だな。2枚と。で、これが、ちょっと関係なくなっちゃうんですけど、会場を見てたら、なんとですね、浅野さんが、いるんですよ。まあ、ネットマーブルの広報の方なんで、まあ、いてもおかしくはないんですけど、ちょっとさすがにびっくりして。で、
と声かけさせてもらって、かけられるタイミングがあったんでかけさせてもらって、浅野さんですよねっつって、なんで知ってるんですかって言われ、驚かれてまあ当然だと思うんですけど、僕セブンナイツが大好きでって話したら、ああっていう風になって、はい、ですごい気さくに話してくれて、浅野さんともしよければ写真撮りたいんですけどみたいな話をしても、いいんですか僕でみたいな感じで気さくに接してくれて、隣にも広報さんいたんですけども、浅野でいいんですかみたいな浅野ですよっつって何がいいんですか浅野のみたいな、いや仲間に自慢できますよみたいな話を したりとかしてはい、で浅野さんと、まあ、セブンナイツの話はさすがにね、リネージュ2のイベントだったんでできなかったんですけど、まあ、これからもね、セブンナイツよろしくお願いしますっていうのだけは伝えてきました。僕も、まあ、YouTube やってるってことはもうちょっとそこは喋っちゃいました。YouTube やってて、セブンナイツ盛り上げたいって思ってるってことは、まあ、伝えました。まあ、一応その時に、聞いたこと、僕のね、チャンネル聞いたことあるというふうには言ってくれたんですけれども、まあまあ、そこはね、こう、なんだろう、広報の方なんで、まあ、どういうところが、どんな動画を上げてるのかっていうのは、まあ、チェックはしてると思うんでね、なので結構見られてるし、知られてるのかなっていうふうには思いました。名前まではね、覚えてるかどうかわかんないですけど、まあ、そこは、なんとなくで、あーって言ったのかなと思ってたんですけど、なんかそんな感じで気さくで良かったです。で、僕、なんでこの、あれに なったかっていうと、まあ、インタビュー受けたんですよ。リネイル2、実際、要塞戦やってみて、どうでしたかっていうのと、決明手たちはどうですかみたいな、質問を2つほどされて、で、最後写真撮って、っていう感じでしたね。これ、もしかしたらどっかのプレスリリースに載るのかなっていうのと、あとは、もしかしたら動画、ネットマーグルの動画で出るのかなっていう。まあ僕は今顔隠してるのは、まあ一応っていうことなんですけど、まあもしかしたらね、ネットマーグルの動画見たら普通に顔見れるかもしれないんですけど、まあ恥ずかしいけどそれはもうその時はしょうがないなと思ってますね。まあ実際ね、顔を出してる動画もあるので、はい。そんな感じでした。で、次が、こちらなんですけど、まあ、非常に申し上げにくいんですが、僕、ロア・チュニルトンっていう、ロアさんと、チューニーちゃんと、まあ、ミルトンの、チームに応募して、トンちゃんと、トンコスさんと、応募して、行こうぜみたいな感じでやってたんですけど、僕だけ当たっちゃって、で、27人全員ね、こういう、記念撮影をさせてもらって、で最後握手とちょっと一言ずつおしゃべりしてっていう感じでしたね。まあマミルトンにはセブンナイツで頑張ってますっていう話をこう伝えと、まあロアさんには、もう僕はロアさん本当綺麗で、俺あと背高い女性すごい好きなんですよ。だからもうめちゃめちゃ緊張しましたね。もう言葉が出なくて、光栄ですっつって握手するっていう。もうなんだこいつみたいな。で、チューニーちゃんはね、ほんと可愛かった。うん。チューニーちゃんが、目当てで、まあ、行ったんですけども、まあ、ロアさんと、まあ、ミルトンも、近くで見ると、やっぱり動画とかで見るのと、やっぱり比べ物にならないぐらい、美人でしたね。あと、服装もやっぱりすごい気遣ってるんだろうなっていう感じがしました。はい、とっても綺麗な格好されてて、うん。で、あとね、やっぱりすごいなって思ったのが、ゲームに入れる熱量がやっぱ違うんですよ。やっぱり今後の仕事に影響するっていうのもあるのかもしれないんですけども、なんか一個一個の仕事に対して真剣というか、ゲームを盛り上げようっていう気持ちが強いっていうか、なんかもう3人でも意見戦わせるんですよ。いやダメだよそれはとか、作戦会議ほんとすごいやってたんですよ。休憩時間とかもあったんですけど、みんなの休憩時間作戦会議に当てようっつって。で、この3人も結局休憩してないわけですよ。トイレ休憩とか、ご飯食べる休憩とかもしてないんですよね。で、それで、1時から始まって、
まあ、7時ぐらいで終わったんですけど、もうずーっと立ちっぱでやってましたね。まあでも本当まあ面白かったし、3人がねとにかくねいい人で、いい人っていうか熱い人で、あこんなに熱いんだと思って、まあ、ゲームに対して、でそれが自分たちに伝わってきた時にやっぱりこう勝ちたいっていう気持ちがすごい強くなった。最初のまあ結果から言うと優勝したチームはもう出てるんですけど、デイビッドチームっていうコスケとサスケとガイモンのチームと、あとマックスナウシロチームっていうマックス村井さんとナウピロさんとシロさんの、チームが優勝決定戦に勝ち抜きました。で、ロアチュニートンとカズシマスーっていう、シマドンとカズヨシさんと、あと、アリスーさんのチームは負けてしまったんですけれども、最後ね、熱かったのが、僕たちのチーム、最初の試合引き分け、次の試合負け、あ、違う、最初の試合負け、次の試合引き分け、で、最後で、もう敗戦の陣、もうこれ負けたり、引き分けだと、もう3位決定な、ま、3位になっちゃうんですよ。3位か、ビリか、っていう。で、勝たないと2位にはなれない、っていう状態だったんですね。で、当たったのが2連勝してた、そのコスケたちのチームだったんですよ。で、なんとそこで、勝ってしまったんですよ。まあ、この後もこれはもう作戦会議後なんですけど、その作戦会議の結果、みんなで話した作戦がね、見事バチッと決まって、油断してたコスケたちのチームに、なんと勝ったっていう。だから、俺たちが最強じゃねって最後言えて終われたっていうので、まあ、すごい、負けちゃったんですけども、まあ、気持ちいい試合だったなって、イベントだったなと思いました。で、まあ、チューニーちゃんたちがずっと、本当に、ごめんね、ごめんねって。最後、チューニーちゃんたち3人と、同率2位だった村井さんたちのチームと、3対3の PK だったんですよ。PVP だったんですよ。で、そこで、ちょっと運悪く、負けてしまったんですね。まあ、ちょっと、まあ、運悪くっていうか、まあ、負けちゃったんですね。俺、動画で、マミルタンたちがボッコボコにしてんの、見てたから、勝ったなとか、勝手に思っちゃってたんですけど、まあすげえ残念だったんですけど、なんか、まあちょっと流れ的にしょうがないかなっていうところだったんで、うん。いやー、非常にね、こう、本当プレミアムオフ会っていうのが、優勝するとプレミアムオフ会っつって、クルーザーでみんなで、こう、旅にっていうか、どっか一周、どっかの海を一周するみたいな。旅がっていうか、プレミアムオフ会があったんですけど、ほんとそれ、参加したかったなと思ったんですけど、この3人と。はい。まあ、しょうがないかなと、そこは。うん。で、また、ちょっとこういう機会があったらね、また参加したいなっていう気持ちにもなりました。はい。で、これは浅野さん見つけた時ですね。ちょっとこう、外から、隠し撮りみたいな。まあどうでもいいかっていうところなんですけども。で、まあこういう風に撮影を、まあ、してきたんですけれども、まあ非常に面白かったですね。で、まあちょっとそれ以外のゲーム画面とかもね、別に写メ撮ってよかったんですけど、ちょっとちょっとね、緊張してたとき、してて、ちょっと抜けちゃったんですよね。申し訳ないです。写メだけこういうのきっちり撮ってきたくせにね。はい。で、今回は、これだけで話が終わると、まあ、どんな感じだったのかっていうのは分からないと思うんですよ。右上のに出てる画面、これ、こんな感じなんですよ。要塞戦って。で、ちょっとね、まあ、まだ日本版のリリースはまだなんですけど、韓国版はリリースされてるらしいんですね。なので、その韓国版っていうのを、ちょっと始めてみようかなと思って、おります。
で、その内容っていう、まずお見せできたらなと思ってます。まあ、これ別の動画になるかもしれないんですけど。で、最後になるんですけども、まあ、リリース日時に関しては、お話は特にはなかったです。で、夏配信っていうのは変わらずで。で、まあ、昨日動画の生放送やってた時に視聴者さんが言うには、9月までにという話だったんで、まあ、夏ってことなのかなと。で、このイベントが終わったら発表されるかなんかするんじゃないかなっていうふうには思いました。で、なんでそう思えるかというと、結構ぬるぬる動いてたんですよ。もうこの会場で。で、この一気に60端末動かすから、ランで繋いでるんですけど、すごいラグがあったんですね。人がすごい集まると。まあ、これは実際やってもラグは起こるのかもしれないですけど、その時以外、単独行動してる時とかは、普通にね、ぬるぬる動いてたんで、なので、もう、あとはもうバグ取りの段階なんじゃないかなと思いました。はい。なので、リリースはもう近いというふうに思いました。で、僕はそんなやるつもりもなかったんですけど、もうこれは今回の機会で、ちょっとすごい興味が湧い、増大してしまったので、なので、やっていきたいなと思っております。はい。で、もしかしたら、決命を作るかもしれないです。まあそんな話をトンちゃんとね、してたので、はい。まあ、ハマるようだったら、ハマるようだったら、ぜひ頑張ってやっていきたいなと思っておりますんで、その時はね、もし、やってる方いらっしゃったら、ぜひね、参加していただけたら、まあ嬉しいなと思います。その時は動画でね、募集すると思いますんで。はい。で、まあそんなとこかな、お話できることっていうのは。うん。はい。特にね、ゲームのこんなのが追加されるよみたいなのとか、あるよみたいな話はなかったです。リリースについても特になく。今回は本当マルチバトルリーグに関係あることだけでした。ルールの説明だったりとか。はい。はい。まあ、こんなところでございます。はい。で、リネージュ2、先行プレイさせていただいた、感想でした。まあ、正直言って、要塞戦だったから、細かいところまで僕も把握できなかったんですよ。あっという間に殺されたりとか、今何が起こってるのかわからない状態とかあったんで、MMO の、楽しみってそこじゃないので、まだ。そこだけじゃないので。実際にこう広い世界を旅するっていうこともあるんで、で今回はその一部の、要塞戦というものをやってきた感想を、お話しいたしました。はい。で、リネージュ2レボリューションの韓国版を、プレイしていく動画も少しリリース前に日本版リリース前に出していきたいなと思いますので、そちらの方もぜひチェックお願いいたします。それでは、イベントに行ってきた感想と、リネージュ2についてのお話でございました。最後に、この動画が良かったよって思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価、そしてリネージュ2の情報をチェック、よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。